嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週誰もつまいしな。別拍手揃ったな。別拍手揃ったな。死んだかと思った。今死んだと思った。死んだ。宅急便です。あ、はい。宅急便かい。死ぬかと思った。終わったと思ったよね。やばい。俺らの盛り上がりに勝っちゃうぐらいの音量出てる。はい、ということで本日は北斗先生のお越しの方にお越しできました、はい、北斗先生さんです。おーなんで俺を呼ばれないんだよ。うるせえ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 、お前チチンチチンチチン、いたいたー、雑だよね、みんなターボなんて。雑なんだよ、本当はね。丁寧に扱ってくれ。今日は本当に怖い都市伝説持ってきたな。あら、今日は本当にこれやばいわ。結構怖い。今日は怖い、マジで。怖いよってんの。のりさんの地元に関する都市伝説ということで。え、地元行ってやれよ、お前。魔界です。ちげえだろ。俺だろ。あ、お前だ。俺じゃねえ。なんだ俺だろ。もう認めてくれ。すげえ。岡山です。岡山に関する都市伝説。マジで。2008年1月に起きた岡山のある事件なんだけど、岡山行方不明地底湖事件っていうね。岡山地底湖行方不明事件じゃないよね。どう考えてもそうだ。あ、岡山地底湖行方不明事件ですね。岡山県の新見市。ありますあります。新見市ねえだろ。あるわ。なんでないねん。岡山ってまずあんの。あるよ。中国。中国の地方。中国の地方。中国の地方じゃねえ。岡山省。省とかじゃないんだ。中国のところじゃないんだ。テロップ出しといてよ。もう俺岡山行ったことあります。確かに。怒られちゃう。新見市豊永阿子馬って。あ、ちょっと聞いたことない。豊永阿子馬。豊永阿子馬っていうね。馬。馬。おお。馬子阿子馬っていうね。まあ地名があるんで。地名かよ。馬じゃねえ。馬じゃねえ。簡単に嘘つくなよ。そこの洞窟で起きたやつなんだけど、姫坂かなち穴っていうね。難しい。まあ難しい。むずい。ポケモンのパスワードみたいになってる。そこの洞窟は地上から地下に32メートルもある結構深い洞窟で。めちゃめちゃ深いね。32って結構じゃない。そう。シロナガスクジラぐらいあります。わかりにくい。え？わかりにくい。定規何本分とかにしろよ。もっとわかりにくい。はい、ここでね、妖怪童貞こと私ターボーとね、ゴリラこと大輝の説明があまりにも分かりにくすぎるということで、ね、ここで私この洞窟の恐ろしさを紹介したいと思います。そもそも姫坂かなち穴というのは、まあ先ほど言った全長1600メートルにもなり、往復するには6時間ほどかかる巨大な洞窟であると。入り口からは坂が続き、その後高さ15メートル、幅7メートルほどの広さの洞窟が続いていく。この画像を見ていただければわかるとは思うんですけれども、くの字に曲がっている細長い洞窟であったんですね。そして神の池と呼ばれる神聖な池がちょうどその曲がり角にある。入り口から神の池までの距離は700メートル、そこから900メートル進んだ場所が最終地点となる。最終地点には水深32メートルほどの巨大な地底湖があるのが大きな特徴で、そこを泳いで渡るには5メートルの高さがある。さて、ここで常識的に考えて真冬の1月に飛び込もうとするでしょうか。また洞窟の中は崩壊したと思われる岩石がいくつも存在していた。非常に足場が悪く潮の流れも速いことから、気をつけなければ命の危険さえ感じるほどの恐ろしい洞窟であった。高知大学のね、あの洞窟探検サークル5人がそこで探検してたと。そのうちの1人が地上に帰ってこれずに行方不明になってしまったっていう事件なわけ。あ、1人だけなの。そう、1人だけ帰ってこれなかったっていう、はい、怖いってことはなんかいろいろあるわけだ。そう、この地底湖はもともと神様がいるって言われてた場所で、だもしかしたら神隠しにあったのではないかって言われているわけなんだけれども、どうやらそうではないのではないかっていう説が今回する話で、なんか事件性があると。え？え？ん？
1月なわけよ。1月に海に途中で潜ったりしなきゃいけないところがあって、だからそんなわざわざ行くかなみたいな。行かないね、うん、そのサークルはよくまず洞窟行ったら洞窟の一番奥まで行ってタッチして戻ってくる、うん、みたいなことをやってたんだって。毎回毎回、まあそれをやったわけなんだけども、うん、タッチっていう声は聞こえたんだって。その行方不明になっちゃった人が、そう聞こえたね。そう、あ、じゃあいるんだなみたいな感じで、はいはいはい、で待ってたんだけど夜わかんないやばいやな、洞窟夜って立ち入り禁止だろ、どこに食いついてんのタッチの声は聞こえたんだけど、うん、いつまで待っても来なかったと。でも助けてみたいな声も一切聞こえない、で溺れてるみたいな感じの様子もないっていうね。仲間がその行方不明になってしまった男の帰り道を立っているっていう。命綱とかロープとか必要なのよ、その奥に行くには。はいはい、うん、でそれを全部撤去しちゃっているっていう仲間が。えマジで、残ってんのに一人。そう、一人残っているの。やばい。えじゃあ仲間が殺した可能性があるの。まあその可能性もあるよ、ね、闇深くないこれ。そう、殺したんじゃないんじゃない。まあもしかしたらそのなんか命綱用意してたけどわざとじゃなくてもうたまたまなくなっちゃっただけみたいな、落としちゃったみたいな可能性まだあるから、まあ殺したとは言い切れないけど、うん、殺した可能性がある。行方不明になっちゃって警察も捜査の協力のためにサークルの部長と副部長に、まあ責任者じゃんそのサークルで一番上だから、うんうん、あ、そうだね、その部長副部長に捜査協力してほしいんだけどって言ったんだけど、なぜかこれを拒否する。いや、おかしい、おかしい、おかしい、やってるわ。なになになに、怖っ。おかしいでしょ。こういう事件があったら記者会見開くのって普通なんだって、うん、行方不明になっちゃったから、はいはいはい、でそれもちょっと出れないですみたいな。え、ますます怪しいじゃん、そいつ。そう、うん、なんでなの、それは。まあ、拒否権はまああるからね。あ、あるじゃん。で、なんかこの事件直後に探検サークルのホームページみたいなのがあるんだって、ネットで。で、なぜか部長と副部長の名前が消されてたらしい。やばい。え、うわ、うわ、やってるやん。もうだいぶ黒に近いというか。なのに未解決。そうだよね、それだよ、うん、そう、完璧じゃん。絶対そうじゃない。遺体すら出てないんだよ。そう、今でも行方不明になってる。やばくない。怖っ。今でも、やばどう、うん、マスコミとかこういう事件が起きたらもう真っ先に食いつくはずなのに、この事件の関係者の実名とか顔とか一切公表しなかったっていう。これはちょっと闇ですね。闇だよこれ。これ闇だよ。これなんだろ、これ。これ闇だよ。俺のクオリティの10段階中2点。ということは国も絡んでるってこと。そうだよね。闇か警察絡み。そう、怖すぎる。そう、何があったの。ちょっとなんか探っちゃいけなそう。そうなんですよ。びっくりした。マジスタ、マジ言うたね。ちっちゃい。そうなんです。そうなんです。そうなんです。なんかだってメディアがもう出さないんだよ。一応その記者会見みたいな何回かやってるけど具体的には言ってないというか、結局詳細わからないみたいな感じ。これやばい。深い深い深い。確かに情報があやふやすぎるという。謎な部分がまだ多いんだよねこれ。他にも不可解な点はいくつかあり、新見市教育委員会によるとこの洞窟は県の天然記念物に指定されており、洞窟に入る際には届け出が必要で、学生らは届け出を提出しなかったという。さらに救助活動を行わず現場に誰も残さないまま全員帰ってきた。彼らが言うには探検に必要な装備は備わっていたと一点張りしている。どうやらね、このサークル内で恋愛で何かしらなんか揉めてたらしいっていう。男女で。だからもしかしたらそういうもつれでこんな事件が起きたんじゃないかっていう。もともとこのサークル結構なんかそういう悪い噂みたいなのがすごくて。え、まず壁タッチして帰ってくるとか時点でもうちょっと悪ふざけがやばい。確かに、うん、そうそうそう、やばいね。他にもこう酒飲んで服脱がせやったりとか。え、男女間ってこと。そう、男女でやりそうじゃん。出たよ。極めつけはその行方不明になった人がまあ N さんとしまして、まあその N さんのね、うん、プロフィールとかを勝手に変えたりとかして、変えて鍵つけたりとか。え、だから、ね、勝手にログインしてプロフィール変えて、そう、 N さんのプロフィール勝手に変えてもうそれで鍵しちゃうっていう。その SNS の親の思い出の写真とかも全部消してしまったりとか。やばすぎるでしょ。で、やってることがもともと結構やばいっていう、うん。え、さらにこの探検サークルのその OB って名乗る人がいて、でその OB が酒のふざけた感じ前々からあったって暴露したりとかで、結構こういう伝統が結構古くからあったっていう。まあ、言ってみたら探検サークル表の顔みたいな、裏がまあやりさーというか、やりさーというかまあやばいことやってるみたいな。
まあでもこれよりも恐ろしいのがまずメディアがまず追及しようとしないっていうことだから、うん、だから何かね他に裏ででかい闇が動いているのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。